ペンギンたちの喉に魚のヒレや鱗が引っかからないようにするためなんです。そして量は全く決めていません。お腹いっぱいになるとみんな私の元からこうやって去っていくんです。はい、そして今島には寒雨と呼ばれる時期に入っているペンギンがいます。よく見てみると茶色くモフモフとした羽を持っているペンギンたちが奥の方にたくさんいるんですね。1年に1回羽をすべて生え替えてるんです。あ、なのでよくモフモフしているのでヒナですかと聞かれるんですが、そうではありません。全部のペンギンたちが寒雨を迎えます。茶色い羽が古い羽、そして寒雨が終わると真っ黒くて艶やかな羽に全部生え変わります。はい、そして最後にフリッパーについている色のついたバンドをご覧ください。このバンドはフリッパーバンドといってペンギンたちの名札になります。この島には43羽の北岩飛びペンギンが暮らしてるんですが、みんなちゃんと名前が付けられてるんです。私たち飼育員もこのバンドの色を見て誰がどのくらいのご飯を食べたかっていうのをね、全部記録を取っています。ここでね、1羽ご紹介してガイドの方を知るとさせていただきます。はい、今膝の上にいるこちらのペンギンの名前はテンコと言います。はい、可愛らしい名前ですね。よく見るとこの子は右側に、翼の右側にバンドが付けられてるんですが、他の子左にバンドが付けられてますね。なんでこの子を右につけられてるのかと言いますと、この子のお母さんがとっても有名になったからです。名前をペンペンと言います。やっぱりペンペンとペンペンの子供ペンコは右にバンドがつけられてるので、すぐに分かるようになってるんです。はい、それではこの辺でガイドの方終了とさせていただきます。この後30分からイルカアシカショーがございますので、ファンタジアムの方